ラジオネーム、ああ熟女かと思った。え、なんだろう、すごいドキッとした。熱女さん、紛らしいな。ジェネの皆さん、私は大学3年生で経営学部を学んでいます。何経営学部 を学んでいます。そこで質問です。もし皆さんが大学に行くとしたら何学部で学びたいですか？体育。もう典型的な、もう俺マジで脳みそ使わないやつみたいな。俺絶対心理学部に入りたいな。心理学部、理学部、うわ、りょうた好きそうだな、心理学部。絶対心理学部マジで、うん、学びたい。体育学部ね、うん、もういるんすよこうやつ。小学校のクラスに一人ぐらいいるんすよね。もう体育と図工が好きなんですよ。よう分かってんな。家庭科めっちゃ好きや。家庭科物作るやつめっちゃ好きなんですよ。基本ナップサック作るときめっちゃ本気やから。え、で、なんだっけ、心理学部ね。心理学部ね、やっぱ分かる。昔からもうね、学びたかった。何学部があるかな。あ、でも俺もそれこそ商業高校だったから経済学勉強してる。経済学部だった。経済学部、俺国際経済科だったもん。経済は難しそうだな。すごい簿記とかも勉強してたもん。体育祭だけ出とうだよねんの学校行って。あ、法律ね。法学部ね、うん、法律学部、理工学部、理工学部とかね。医学部ね、医学部ね。結果は、今だから心理学部、うん、経済学部、うん、体育部。体育部部活じゃん。体育部以上。おー、いいじゃん。脳みそ筋肉やろうみたいな。脳みそ筋肉やろう。熟女さんやったっけ、何やったっけ。熱女と書いてたね。熱女と書いて、じゃあ経済学部頑張ってくださいね。頑張ってください。その心は。あ、頑張ってもた。はい、続いてのメッセージです。ラジオネーム片寄せ真帆さん。私は双子なんですが、とにかく仲がいいんです。二人でカラオケ、ショッピング、飲み、ご飯食べ、おう、双子コーデなど、ね、ごちゃ。家では寝るまでおしゃべりしたりしています。すごいな。妹も双子なんですが、うん、ここまで、どういうこと。妹三女四女。あ、なるほど、すげえ。すごい、だから兄弟も双子ってこと。そう、すげえ。だから4人女の子いて、そういうことっすね。22ってことでしょ。四つ子でいいんじゃね。違うか。あ、でも時代、代が違うからね。そう、違う。あ、そっかそっか。何歳ぐらい離れてんのかな、気になるね。不思議。ここまで行かないので、仲いいよねとよく言われます。前からも言われるので、家族なのに二人で遊びすぎかなと思っています。皆さん、いや、いいことじゃん。どう思いますか？双子。俺ちょっと双子羨ましいんだよな。俺自分が双子で生まれたかったなと思って。あー、双子ね。双子はね、東京大学の付属の高校に入りやすいんですよ。なんで？え、そうなの？双子だけのクラスがあるんですよ、東京大学に。東京大学付属の高校生。あ、東京大学が双子を研究してるってこと。そうなんだ。そう、すげえ。そこに優先的に入り、双子の子。双子だったら面白かっただろうな。体育は、体育、体育、体育はやってない研究。双子の方の研究やってますね。はい、なんかでも双子ってなんか特殊能力あるんですよね、結構。なんか言う、うん、考えてること分かるとか。マイクを振られたな、これ多分。おーい。おーい。あ、入った。マイク今、おふられた。おーいって呼びかけんのやばい。いや、でも、すげえ。それ、でもいいっすね。仲いいことはね、そんな悪いことじゃないからね。うん。すごい周りからも素敵に見られてるんじゃないかなと思います。大事だな、双子は双子で。うん。俺も双子の子供が欲しい。